はい、センター2019チリ B の第5問になります。第5問、ウクライナとウズベキスタンの問題になります。あまり受験生には馴染みのない地域、ウクライナは最近馴染みありますが、まあ、ちょっと馴染みのない地域ですが、頑張って解いていけるといいかなと思います。問いの1番はかなりちょっと難しい問題でしたね。ウクライナの首都キエフ、ウズベキスタンの首都の、ウオンズの比較と、あとは、ウクライナとウズベキスタンの高度別の面積割合、これで、どちらですか、ウズベキスタンに該当するものを選んでくださいねというものです。ウクライナは広大な、平原のところに位置してますので、500メートル未満の割合が高いと、まあ、こっちがウクライナで、こっちがウズベキスタンかなとなります。で、A と B ですが、ウズベキスタンは非常に砂漠が広がっています。なので、降水量の少ない方、こっちが、ウズベキスタンかなと。ウクライナは冬結構寒くなって、まあ、地中海に近いってのもあって、ちょっと雨は多いんですよね。なので、こちらがウクライナかなと。なので、今回ウズベキスタン選びますので、A と A で、1位です。あ、丸1ですね。はい。問2番、ウクライナ、ウズベキスタンで生産される農作物と鉱産物と。いうことで、ウズベキスタンのが正しい組み合わせです。これはひまわり、あるいは小麦ですね、の生産が多いよということで、ひまわりはウクライナ、ロシアで1、2です。小麦は、チェルノーゼムなんか広がってますので生産が盛んです。輸出なんかだと5番目にウクライナが入ってきたりすることもありますので、こちらがウクライナ。そしてウズベキスタン乾燥帯。ですが、綿花の生産量非常に多いです。運河なんかを作って綿花の生産量非常に増えています。なので、ウズベキスタンは木。そして鉱産資源ですが、ウクライナは、ドネツ炭田なんかがあって、石炭の生産量非常に多いです。で、ウズベキスタン、まあ、あの辺の中央アジアって意外とそのレアメタル系とか金とかそういったものが取れたりするので、E がウズベキスタンということで、今回キー E で4番が答えになります。続いて問いの3番ですね。ウクライナ、ウズベキスタンの1990年から2016年の、まあ、1人当たりの GDP の推移ですね。ウクライナは大きく落ち込んだ、ウズベキスタンはそうでもないよっていうのがポイントかもしれません。ソ連崩壊後は市場経済から計画経済とありますが、これ逆ですね。なので、まあ、1番がもう間違ってます。これはすぐいけるかなと思います。はい。その後文章を見てみると、ウズベキスタンでは政治の安定と国家による経済管理により、ウクライナよりも経済活動の低下の度合いは小さく回復も早かった。ですね。まあ、ウクライナこんだけ落ちてるに、そんな落ちてないんで、には正しいよと。その後ですが、ウクライナでは2008年の国際的な金融危機や近年のロシアとの関係悪化ということで、まあ、悪化して今戦争になっちゃってますが、これも正しいですよと。ウクライナとウズベキスタンとの経済水準の差は、縮小してますよと。縮小してますね。大きかったのがちっちゃくなっているので、合ってます。続いて問いの4番ですが、食生活の違いですね。ウズベキスタンがイスラム教だよってのが、ポイントかなと思いますね。イスラム教ってことは豚肉の消費量が少ないよと。なので差がウズベキスタンになります。で、あとは日本とウクライナを比較するんですが、まあ、ウクライナは欧米寄りの食事かなというところで1人当たりの供給量が多いと。日本は、まあ、そんなにカロリー多く摂取してないので、これかなということになって、ウズベキスタンが差、ウクライナが死ということで3番が答えになるかなと思います。問いの5番は言語の問題です。言語も面白いですね。ウクライナ語の場合は、ウクライナ語はインドヨーロッパ語族のヨーロッパ語族の、スラブ派、スラブ語派に、属してますので、同じような発音をするわけですね。これは同じような感じです。で、トルコ語と近いのがウズベク語ですね。ウズベク語、トルコっていうのはもともとトルコ人奴隷で、中央アジアにいた人が昔のイスラムの帝国の時代に奴隷として連れてこられた人なので、アルタイ系の言葉がトルコでは
話されています。アルタイ語族、中央アジアから、トルコにかけてアルタイ語族を喋ってますので、トルコ語に近いのがウズベク語になります。なので、今回はウクライナ語と X の地点におけるということで、違うウクライナですね。で、イスラム教の国なのでウズベキスタンが、モスクが見えるこっちですね。こっちがウズベキスタンで、教会が見えるこっちがウクライナですね。ウクライナは、ウクライナ正教会ですね。なので、X の地点っていうのは、X の地点はこちらウクライナキエフですので、ウクライナこっちを選んでもらうと4番が答えになるかなと思います。こんな形で、第5問は以上になります。